はい、どうも、向井風の匠です。はい、ということでね、今こちらが、見てください。僕が集めたスパイスたちです。じゃじゃーん。まあ、ベースのね、まあ、王道のクミンとか、ターメリックとか、あとまあ、コリアンダーとかね、カレーを作る上で必要なものもありますし、まだね、あんまり使ったことないフェンネルシードとか、フェヌグリクシード。これちょっと使ったことないんですけど、いろいろ集めたものがいっぱいあります。あとまあシナモンとかね、カルダモンとかいろんなところで集めたんですけどね、田舎だとなかなかね、こういうスパイス集めるのにかなり苦労して、ネットとかね、遠くにいた時に一緒に買ってきたりもしたんですけども、こういうね、東京にアンビカっていうね、まあ、インド系のスパイスとか香辛料、あとまあ食材が結構売ってる有名なお店があるんですけど、この前東京行った時に買ってきました。このカレーパウダーとか、あと、ニゲラシードっていう、ブラックオニオンシードみたいですね。オニオンの種。なんか、みたいですね。っていうのがあったり、そういうのもね、買ってきたので、かなりの量になっております。はい、ということで、このスパイスたちを使って、今日はコーラを作りたいと思います。いわゆるクラフトコーラっていうやつですね。このスパイスの中のね、一部のスパイス、香辛料を使うことによってね、コーラが作れちゃうということで、手作りコーラいいですね。作っていきたいと思います。それではね、材料紹介したいと思います。じゃあ材料を準備し終わりました。で、今回用意するものは、まずレモン、まあ、1つでもいいんです。今日ね、多めに入れたいんで2つ入れます。あとはこちらシナモンスティック2本、あとスターアニス、まあ、中華でいう八角ですね。まあ、中華のスーパーとかでは中華の売り場、スパイス売り場とか調味料売り場にね、八角で置いてありますので、八角を2個。あと、ジンジャーパウダー、生姜のパウダー小さじ2、カルダモンのホールを10粒。で、クローブのホール、これも10粒。で、黒胡椒も、これが20粒ですね。お砂糖がね、すごい入ります。これ今 200g あるんですけども、今回ね、白糖を150、上白糖150で、黒糖、ちょっとこれ入れるとコクが出たりとかね、味がね、なんかミネラルとか入って美味しくなるので、ように感じるのかな、僕は思うので、こちら 50g。上白糖150の黒糖が 50g で 200g 用意してあります。かなり砂糖入れるんですよね。で、こちらお水が 200cc と、まあ、それを炭酸で割る用の炭酸水ですね、用意してあります。ので、クラフトコーラのシロップを作るという感じですね。で、炭酸水で薄めていくという感じになります。作っていきたいと思います。はい、ということで、まず最初にレモン。こちらを輪切りにしていきます。外国産のレモンだとワックスがついてたりするので、ちょっとよく洗ってあります。これは普通に輪切りにしてもらえれば。で、これをね、まあ、コーラにと一緒に乗っけちゃってもいいので、まあ、薄くしたい人は 薄めでも大丈夫です。はい、ということでね、あとは簡単で、これをね、煮詰めていくだけですね。はい、こちら砂糖、上白糖と黒砂糖のものを入れて、お水 200cc。で、火にかけていきます。で、その時に、この材料も全部入れちゃいますね。シナモンもポキッと割って、はい、八角、はい、で、先ほど割ったこういうね、中に種があるんで、これもね、はい、あと黒胡椒ぽい、クローブぽい、あとこれジンジャーのパウダーぽい。はい、で、しっかりね、混ぜてあげながら煮立てていきます。で、ここにレモンも一緒に入れます。はい、で、今ね、割と沸騰してきましたので、もう少し沸騰させましょう。はい、で、今ね、沸騰してきました。で、下のね、砂糖とかが全部溶けきってるように、ちょっとここでしっかり混ぜて確認してください。で、はい、沸騰してきましたので、ここで弱火にしてまた10分ぐらい煮詰めます。これね、かなりずっと強火でやっちゃうと、このね、スパイスの香りっていうのも飛んでしまうので、弱火で、あー、なんかかすかにコーラの香りが遠くでするね。こんな感じで10分待ちます。はい、ということでね、今10分ぐらい弱火で煮たものをね、今ちょっと粗熱取っています。で、これを、まあ、容器に入れて、まあ、1日ぐらい寝かせると、しっかりね、味がさらに染み出てコーラ感に近づくので、このまま容器に移していきたいと思います。このスパイスたちも全部一緒に入れちゃっていいので、
思って、ちっちゃいやつでよかったかな。まあとりあえずこれでもう少し粗熱取ってから冷蔵庫で一晩ね寝かせておきたいと思います。それでは次の一晩寝かせた後に、はい、ということでね、こちら、だいたい1日ぐらい経ちましたね。こちら、はい、いい感じで使ってるのかなと思います。ちょっと匂い嗅いでみます。うん、これがスパイスのかな。ちょっとね、飲んでみようと思います。早速で、シロップで原液なので、はい、で炭酸水で割っていきます。はい、こんな感じで色的にはまあ薄いコーラっていう感じです。じゃあちょっといただきます。まあイメージしてたコーラとはねちょっと違うんですけど、まあスパイスの香りと味が効いてて美味しいかなと。コーラっていう名前じゃないですね。クラフトスパイスジュースみたいな。まあこれはこれで十分美味しいかなと思います。いろいろねスパイス、クラフトコーラの入れるスパイスってレシピによって入れるもの全然違ったりするので、今日はねこういったの八角とか入れたりしましたけど、他のやつだと入れてない人とかもいるので、また全然違った味になるのかなと思います。結構八角の匂いがね強くて、まあでもこれはこれで美味しいかなと思います。という感じでね、でレモンもねこれで食べれると思うので、いい感じに使ったレモンが、ああということでできたかなと思います。はい、ということで今回はこちらスパイスを使ってクラフトコーラ作ってみました。皆さんもねいろいろスパイス調合することによってオリジナルのクラフトコーラ作れると思いますので、自分だけのコーラ作ってみてはどうでしょうか。それでは次の動画でまたね。バイバイ。